オイローパは1930年に建造されたオーシャンライナーで所有は来たドイツロイド社。姉妹船にブレーメンが存在する。両船は類似していたが全く同じではなかった。NDL はニューヨーク便の定期運航へ2隻を追加することを計画した。後にオイローパと姉妹船ブレーメンとなったこの計画は ブルーリボン賞を獲得するために搭載力機関を、大型化、船体を拡張し、当初計画の3万5千ソートンから約5万総トンへ大きく設計が変更された。巡航速度27.5ノット、大西洋を5日で横断できる仕様に高速化され、通常3隻を交代させる、大西洋横断を2隻で1週間ごとに運航できるよう計画された。 しかし当初計画からの大型化に際して、強度設計の見直しは行われず、両船とも強度上脆弱さが残され、高速航行で発生する、船体振動など問題が生じた。二隻はほぼ同時期に着工、完成し、オイローパが発便に就航する予定だったが、偽装中に火災によって沈没し、引き上げと復旧修理に時間を要したため、その完成と就航は、 ブレーメンより数ヶ月遅れた。第二次世界大戦中、2隻はドイツによって抑留されていた。アシカ作戦に向けて輸送船として改造する案が提出され、その後、航空母艦に改造する案も出た。このような議論が進行していた中、戦時の物資不足から偽装品が次々取り外されていた。1945年のドイツ敗戦後、オイローパは、 連合国に捕獲され、輸送船として利用することが検討された。しかし数年間の放置と運航に必要な機器類が失われている問題が判明し、結局起用はされなかった。客船パリの残骸付近で沈没するオイローパ戦後、オイローパはフランスに引き渡され、ノルマンディーの代わりとなる客船として整備を受けた。 1946年には嵐によって流され、1939年に沈没し放置された客船パリ付近で沈没したが、引き上げられて修理を受け、リベルテという船名を与えられ1950年に海名ゴイルド・フランスとともにニューヨーク・ウルアーブル航路に就航した。1961年にフランスの就航により役割を得、 1962年にスクラップとなった。ありがとうございます。